はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回は博多アスネちゃんを使っていきましょうということで、デッキはこんな感じになっています。で、博多アスネちゃんなんですけれども、まず選手兼彼女キャラで、テンションっていうのがあって、まあ、選択肢によって、まあ、ハイテンションとかね、ローテーションに変わるという。で、そのハイテンション時とかローテーション時によってもらえる経験点とか、金徳も変わってくるというね、特殊なキャラになってます。で、最終的にはハイテンションだと意気揚々で、ローテーションだと怪物キウイが手に入ります。で、テーブルの方は選手兼彼女キャラのテーブルになっているので、まあ、タックが50で、スタミナがあるのでスタミナ増加量がついて、イベント経験点とか体力回復量で、精神ボーナスがついて、やる気効果アップは 75% ですというところです。で、コツの方はタイピンキレ緩急と、まあ、コツは非常に優秀ですね。どれも快骨になりますので結構組みやすいかなというところです。で、他のキャラを見ていくと、一応変幻自在の、沢村くんと、精密機械の犬木くん、ここら辺はやる気効果アップで組んでます。で、変化球がね、今回神楽坂くんしかいないんで、ちょっとね、折り辺を取っていかないと変化球がきついかなと思いまして、体力をね、削ってくる水木ちゃんきついんですけれども、まあ、やる気効果アップを重視して、入れましたという感じになってます。ではやっていきましょう。まずはアスネちゃんの評価を上げていきたいんですけど、アスネちゃんもこれあれだよね、星4つにならないと多分告白が起きないかな。で、1回ねアスネちゃん使って、その時はねずっとローテーションで行ったんですよね。まあ、ただなんかこうテンション低いとね、イベント内容がなんかなっていう感じだったんで、今回できればハイテンションのイベントを見ていきたいです。まあ、その経験点がどうのっていうよりはイベントをね、見ていきたいっていうのがちょっと自分の中であるんですけれども、これどうしようかな。コントロールに3人っていうのも美味しいけど、犬木くんがねポーカーフェイスを持ってるんで、どっかでね守備練をしておきたいっていうのがあって、ただな、一応ブレインマッスルは守備を揃えると敏捷ポイントが手に入ったりもするんで、これは悩みどころだけど、アスネちゃんあげておくか。やる気効果アップ持ちはね、やっぱり結構初期評価が低いんでね。で、今回持ち込みは、まあ、招き猫とあとねカロリーバーを持ってきました。みずきちゃんがねどうしても体力削ってくるんで、まあ、それに対応できるように2回回復できるカロリーバーですね。ちょっとカロリーバーね貴重なんですけれども、で、これはハイテンションですね。で、ローテーションに変わって、で、まあ基本的には上でハイテンションになって、上で、あ、じゃなくて下でローテーションになるのかな。どうしようかね。ちょっと待って、悩むね。これはハイテンションでいこう。もらえるね経験点が変わってくるんで、みずきちゃんって最初何にもくんないんだっけ。やる気が上がるんだっけ。あー、これは回復しつつ評価を上げよう。スタミナがね2人いるからねうまくいけばスタミナが爆稼ぎできるけど、で、基本的にはもうスタミナは直上げにしましょう。まあ、得意練習がスタミナにうまくくるかって言われたらあれだけど、ここはまた悩むね。やっぱ3人だな。みずきちゃんの評価がね低すぎる。まあ、みずきちゃんの初期評価が高くてもね、ちょっと逆に怖いですよね、あの性格で。体力は削りたくないので 12%、 みずきちゃん 12% うーん、コツか。やってみる。このやってみるっていうのをね、何回かやるとそりゃいつか怪我するっていう。あ、そうそうそう、そういえばパワープロアプリでは制動キャラクターがちょっと
強化されましたけど、沢村とかクロスキャノンがもらえるようになったんだっけ。寝といてもよかったね、これを考えると。やっぱりね、先のことを考えるっていうのも全然ありなんで。これはまたテンションがね変わるんですけど、ちょっとどう経験点が変化していくのかっていうのを確認します。福井部、今ハイテンションなんで、これをローテーションにすると、基本的に、ね、テンションを変えるとね、変化球ポイントがね稼げるんですよ。変化球ポイントが稼げるんですけど、まあいいや。はい、アスネ君でしょうか。いいね、こういう風に勉強したいね。で、アスネちゃんのコツを取りつつ強化を上げていきましょう。タイピンはただね、やっぱり5で掴みたいですね。まあ、犬木君はイベントが勝手に進んでいくんで、特に何にも考えることがないっていう。まあ不眠症になるよりはいいかな。緩急とか絶対取れねえし変化球ポイント10しかねえわ。だよ本当に。あすみちゃん結構上げるの大変だね。彼女キャラがねいないからね、ちょっと練習でやる気を上げるっていうのもできないのか。どうするどうする。これはちょっと遊ぶっていうのもありだね。遊ぼう。カラオケか。喫茶店に行ってほしいんだよね。喫茶店に行くと、おお、 23% は無理だなこれは。ちょっともったいないけど寝る。2週練習してないからね。あ、告白が起きた。でその告白時点で骸骨がねもらえるんですよ。ハイテンション時だと、なんだっけ、手応えだっけ、手応えがもらえるんですよ。でローテーションでなんか付き合うよ的なやつにすると重い球、まあ、今回イエスにしましょう。普通に、いやこれハイテンションの方がいいねイベント内容的にね、イベント内容的にローテーションはね、本当なんかテンションが低すぎて、ちょっとなーっていう感じなんですよね。で、黒ファイは取りましょう。変化球ポイントがなくなった。で、投手はね、どうしてもね、電池不足になるんで、最初の方で、あんまりちょこ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 回せないんですよね。ここに来て9個目か。おで結構精神が揃ってるね。アスネちゃんが変化球にいる。これはちょっとコツも欲しいけど、ちょっと変化球ポイントがいかんせん足りない。であとはデートで回復していきますか。ん、これは赤点回避主人公は基本的にね頭悪いからね。で、あー、テンション高いと点数も高いんだ。72点、高得点。まあ確かに高得点ではないけど、別に主人公が言える立場じゃないよね。まあ頑張ったな。よしよしよし。いいな、打ち上げ行くよとか絶叫マシン。お、変化球ポイント手に入った絶叫マシンって変化球ポイントが手に入るんだっけ。うお、来た、クレッセントムーン。しかもクレッセントムーンが進むとちょっと変化球とか全然ないんだけど。シュート、もう1球種欲しい。とりあえず2球種は欲しいからな。で、ちょっとデートに行きましょう。ここはアスネちゃんのデートってそもそもさ体力回復できんの
よくわからん。デート、ま、回復はしそうだね。ハイテンション時、街のゴミ拾い。さてこれで練習ができるかって言われたらまた微妙な体力だね。 16% か。 16% はきついんだよね。結構強化が足りない。これはもう2回連続デートしちゃおう。早めにデートが終わりそうだな。何をゲットしたっけ。よくわからんな。え、いくら使ったの。ああ別にいくら使ったとはわからんか。うおー、体力回復しねえ。しかもやる気を下げられた。いや 6%、 11% になんのかい。メンタルにも誰もいねえしな。スタミナ 6%。 犬木くんと神楽坂くん、ちょっと開けとこう。1位。やる気上がってくれ。やる気は上がらない。ちょっとブレインミックス精神を揃えたいね。そうすると、あ、変化球に3人来てんじゃん。3人来てるけどさ、サバ村くんと犬木くんとかってどうなの。いや両方乗ってねえわ。これ両方乗ってないから、ちょっとメンタルで固めておくか。タイピンのコツと、でそこからまたデートか。年内にデートが終わるような勢いだけど。まあ、空いてればね、確かに同じのに乗るっていうのもありだけど、ジェットコースターが空いてるとかなかなかないからね。でカオルちゃんのイベントを進めていきましょう。よし、変化球ポイントをゲット。とにかく変化球ポイントが欲しいな。神楽坂くん、勝ち運リリース取れるよね。さすがに取れるよね。ちょっと待ってね。リリースと勝ち運を先に掴んでから緩急で、そうするとまた変化球ポイント不足か。今何になってんの。うお、守備になってんのか。これ何、校舎の裏で練習してんのこいつ。で12月の3週なんで、ここは練習したいですね。ふほほ、もうクレッセントムーンがどんどん進んでいく。ちょっと待って、もう変化球が全然ないんだけど。まあ、体力をね削ってきてくれるのはいいですよ、いいですよ、ですけどメンタル3人まあこれは美味しいんで普通にやりましょう。クリスマス前だけど、沢村くんがねまだ評価が乗ってないんで。拳銃型の水筒とか使いやすいのか。筋力と技術だけですね。変化球ポイントがねなかなか手に入んないっていうところがちょっとねきついところなんですよね。どうしようかな。カチューンとかも掴んであるから、スタミナわりかし3人来るんだけどさ、ちょっと耐えよう。これはポーカーフェイスのコツ。神楽坂くんがメンタルか。で例によって犬木と沢村まだ両方乗ってねえじゃねえかよ。メンタルもいいけどな。球速か。水木ちゃん変化球にして変化球ポイントをもらうっていうのもありっちゃありだけど、まあ、ここはひらめきが来てるんでこのままいきますか。
神楽坂くんのメンタルでいこう。ロッククライミング、変化球ポイント、とにかく変化球ポイントが欲しい。一回キレのやつを無理くり揃えるか。それか野球が上手くなりたい。うお、変化球ポイントが入らないよ、変化球ポイントが入らないよ。変化球、アスネちゃん、ポーカーフェイスはな、でもな、欲しいんだよね。まあ、ここは普通に練習をしましょう。いけ、おお、これはもともとどういうイベントだっけ。アセメツ機械、コツをつかんだ2か。でポーカーフェイス、あれポーカーフェイス取ったっけ。できればこれで敏捷ポイントを減らしたいなとか思ったけど、おポーカーフェイス取っとこう。もう犬木くんがいるんでね、犬木くんが、みずきちゃん休息、犬木くんまだか。ブレインミックスどうしようかね、本当に。神楽坂くんはな、変化球にして全然いいからな。かといってな、無駄にはできないからね。ここは普通にこれでいきますか。ちょっと評価が乗ってないっていうところが厳しいけど、どうよ球速ダメか。体力回復お願いします。これなんで体力が回復するんだかよくわかんない。ベンチにいるからってことベンチで試合に出てないから体力が回復するとか、そういう感じなのかな。あ、いいねいいね、ここら辺がね、まあ、回復してくれるのは嬉しいんですけど。でバレンタイン前は練習をする。まあこっちでいくか。で次のシャッフルが行われた時にちょっといろいろとコツを取って電池を補充していきますか。沢村くん、これは沢村くんでいこう。もう評価を上げないといけないんでね。お、これは回復して、で2月の1週に練習してバレンタインもらう。どうよ、お順調順調、ありがたい。ここからよ、ここからキレが欲しいんだよね。やっぱりキレが、変化球をね合わせたい。5人変化球、まあ、5人タックもそりゃ来てほしいけど、5人変化球を合わせたいんだけど、神楽坂くんいいね、犬木くん、博多すねちゃん、なんかこれあれだな、結構ばらけてるってことか。そうすると神楽坂くんは変化球ちょっとやっておきたい。カッチンは掴んであるから、ちょっと変化球合わせに行こう。おーいいね、一旦これにしておこう。じゃあスタミナ、スタミナか。いやでも変化球足んねえかな。ブレインマッスル投手はね、ほんとちょっと俺苦手なんすよね。あれなんだっけ、これ新しい武器を手に入れたいんです。分かった、ボーリング、これはあれかね、ゲーセンに併設されているボーリング場かね。でバレンタイン、これは机の中にチョコレートが。どうだ、ん、手作りか、いいね。お、体力の最大値が上がった。ただ筋力技術と、ちょっと待って、回復してなくね回復しないんかマジですか。そうか、全然知らなかったなそれは。変化球とりあえずシュート2にして、カーブにしとく、カーブも2にしておこう。じゃあこっ
からこっからどうするか。 13% はなー、怪我しそうだしなー。一応今ひらめいてるのはひらめいているのか。このままにして今日はデートをしよう。いや、バレンタインで回復しなかったのは誤算だな。まあ、調べておけよっていうのはあるけどさ。お、いいね、いいね。そのままもうガバッといけよ。回復しない。阿波踊り。これってどう？ 3%。3% は全然いいと思うんだよね。変化球なんちゃら講座が出てるね。変えちゃおう。あれ、なんかまたフライングディスクというのが発動しだした。あと何ターン？あと10ターン。結構長。ここで試合か。まあ、リリーフはね、試合に出ないと出番がない可能性があるんで、監督評価を上げるためにもここはピンチ時のプレーをやっていきましょう。技術精神が結構あるね。てか球速も結構上げられるね。140、145にしとくか。コントロールはいい、スタミナはいいにしておこう。だと取れるのはタイピンってどうかな。取れるかな。2で52、70、100いくつ使うのかな。精密機械もさすがに低めが来てないんでまだでしょ。手応え、手応えって変化球ポイント使うのか。変化球ポイント不足してるんだけどな。これはね、クレッセントムーンがね、ほんと成功してくれないとめっちゃきついですね。ハードラック、よし。カオルちゃんに変えられてる。本当にピンポイントリリーフだったのかな俺。これさ、勝ったらさ電池欲しいよね、ポイントじゃなくて。フライングディスク、フライングディスクって何をするの。競技の名前なのか何なのかよくわからん。神楽坂くん、これはありがたい。食べよう食べよう、ディナーを食べよう。犬木くんと水木ちゃんがいるね。 9% ではあるけど、これはちょっと揃えに行きますか。ここら辺は変化球ロックされてるから、よし、揃った。もう一人揃えておこう。 OKOKOK。 9% 大丈夫だよね。 OK。 ちょっと危険なことしてるよね今回。打たれ強さか。ここでもね、体力を回復してくれるとすげえありがたいんだけどね。鉄棒ムーンサルト、キレコツ、まあ、最悪2でいけるからね。で、サワナラ君がここにいるのか。ただまだひらめき中なんでね、変化球は貴重なんで変えたくはない。デート、意外に回復しないね、デートで。てかもう何回目これ。オンとオフとか言ってるけどさ、もうずっとハイテンションだからね。でここでそのテンションに合ったやつを選択すると、金徳のねコツがレベル3でもらえるんですよね。それがねでかいんだけど、逆のやつにすると多分変化球ポイントが70ポイントくらい手に入るんですよ。でもね、やっぱりコツ3っていうのはでかいんで、いつも元気なアスネちゃんが好きと。よし、体力もだいぶ持ち直してきたね。まあ、
ブレインマッスルは後半ワンチャンっていうのがありえるからね。サンタックとかね来てくれるとだいぶ変化球が楽になるんだけど、神楽坂くんが絡んで、おマッサージ頼むよ。おお気持ちいいぜ、効くまあ男にねマッサージしてもらうんだったら女性にマッサージしてもらいたいけど、シュートとカーブ、カーブがもう1いけるか。スタミナに3人か、まあ、変化球はあとちょいちょいやっていけばいいか。スタミナ3人、これもちょっと揃えていこう。揃わない。沢村くん、よし、本家本元の沢村くんが来てくれればでかい。どうする。電池が、電池がダブルタック。3人はなあ、合宿が割かし揃いそう、割かし揃いそうって言ってもあと2つか。ちょっと変えちゃおう。よーしよ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 し、え根性骨もなんか欲しい気がするな。そうするとおしおしおし、その代わり電池がだいぶなくなった。うーん、1個ずつ取っておく、電池のために。牽制は取っちゃっていいんじゃないか、11あるからね。低めのコツ早く来てほしいんだよね。あと取れるのって言ったらここら辺超きっついんだけど、スタミナ109120、ポイント的にはまあでかい。開けられるだけちょっと開けとくか。 D にしておこう。であとはもう時間上げに任せよう。6、いいねいいね。とかもあれ、コーチトレーニング、よし根性取ってこう。神楽坂くん食べようぜ一緒に、一人で食うのは寂しいからね。結構でもあるな、1個ずつ取っちゃおう。1個ずつ取って切れ2か、切れ2ね。根性取って、で今の練習状況はスタミナ、プレイミックスは人間ドック。俺そういえばさ全然関係ないんですけど、ここはちょっとスタミナだけれども、みずきちゃんと練習してポイントをもらっていきましょう。まあ、昨日飲んで最後にパフェを2つ頼んだんですよ。でパフェ食ってるのをこう、またパフェ食ってるんすかってなって健康大丈夫っすかみたいな話になって、人間ドック行った方がいいっすよいやでも俺は健康なデブを目指してるんでそこはね大丈夫っす。トレーナーの人も俺は健康なデブを目指すんでそれでお願いしますと言ってあるんで、いや別に健康なデブだっているでしょう。でさっきタイピンをもらえたんでタイピンを潰しちゃいましょう。二人強さもいっか、取ろう。で神楽坂くんコツ、ここら辺はちなみにこれだな。キレ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 、脱散、まあ、脱散もいいね。ただもさ、ダイヤのエースって結構話が進んでるじゃないですか。アクト2のねキャラクターとかもちょっと入れるっていうのも面白そうですけどね。でそうと沢村とかナンバーズとかあって、もう少しね能力が変わる別バージョンで、ね、アクト2バージョン沢村とかねちょっと出してもらいたいですね。で
変幻自在はじゃあ取りましょう。あとは奪三振取れねえし、また変化球が不足してきたよ。スタミナ沢村くんか、居抜き、ここら辺はちょっと変えちゃってもよければ変えちゃいたい気もするね。沢村は取っておこう、沢村は取っておいて、おお合宿が発動した、やった。スタミナをな上げたいっちゃ上げたいんだよね。スカウトさんもいるし、スタミナ6、どうよスタミナには自信あるよ俺。調子が悪かったのかなってギャー、うーんしょうがない。5泊6日合宿、これは学校が終わった後に合宿してんのかな。どうしようかな、体力的にもうちょっとね、練習できないっていう体力量だったら遊んでもよかったけど、そうだな、経験点もらいに行こう。でまたスタミナ、おお沢村くんいいね、ちょっとやる気が気になるけど、また一回遊ぶか。やる気は本当重要だからねこの高校で。さて残り2ヶ月んー、どうしようかな、カロリーバーをね1回も使ってないんだよねまだ。やる気がないから1回出かけちゃおう。ここは次に備えて、次にいいのが来ると信じて。ダメ、変化球ポイントよし。急速に1人か、スタミナに3人いるな。スタミナによく来るね。ちょっと待ってね、そうするとこいつは変化球変化球変化球に揃ってるけどさ、スタミナもうどういうことよ。なんか発動してるけど、発動してるけどちょっとタックなんだよ。タックの方がいいからね、3タックくれば。おーおーおー、一気に揃ったな。でアスネちゃんがいるからスタミナの増加量も高いはず。てか精神ポイントめちゃくちゃ手に入ったな。で2人か、まあ2人はでかいっちゃでかいからね。何かを発動させたいんだよね。そうするとスタミナにして発動しない。スタミナ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 からなんか発動できる。スタミナは関係ないか。勝ち運500度回り、緊急登板、そうか緊急登板か、守備コントロール、ちょっと待ってね、メンタルもが、そうそう、かおりちゃんがコントロールにならないといけないのか。でここはカロリーバーを1個使いましょう。よし。でスタミナ、これってさ、ちなみにさ、かぶるのスタミナの上昇量、スタミナが10上がったとかってなんの。10上がった、スタミナが爆上げされたんだけどここでまた3人、てかスタミナ多いね今俺のスタミナいくつ。 A85 とんでもねえな。球速が上がって、変化球がだから全然足りてないんだよ。変化球がちょっと待ってね、ちょっと待ってね、キレどうする、2で取っちゃうかも。あ違う違う、脱三が取れねえんだよこれやると。脱三を先に取っちゃおう。脱三取って、あとここら辺もな、無理だな。精神ポイントをやたら使うやつとかないのかな。ポーカーフェイスをちょっと一回外しちゃう。いやただな、居抜きがまだ低めくれてないからね、悩むね。尻上がりとか取るか、じゃあ直で変化球を使わず
て、ここに3人いるからちょっとスタミナ爆上げキャラになってんな今回。なんでこうスタミナに3人も揃うんだろうね。この2人はもう確定してるから、カオちゃん一応止めとくか。よし来たよし来たけどさ、使っちゃおうカロリーバー。またみずきちゃんのクレッセントムーンが終わってないけど、しょうがない。100100100100100 100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 
これは体力回復したい。もうこれさ、え、9いくつだったっけ85だったんだっけ。ちょっとスタミナ S だけど96とか犬木くん変化球、これは犬木くんだな。ポイントをもらってもよし、低めが来てもよし、それでいこう。よし、低め掴もう。てか瑞希ちゃん普通にさ、クレセントも来てないんですけど。で、低めを掴んで精密に掴もう。意気揚々系が取れないわ、変化球ポイントがなさすぎて。これはどういう感じになるんだ。犬木くんが変化球ポイントをくれればめちゃくちゃでかいんだけどな。かといって次練習できないからね。まあいいや、しょうがない。あ、しまった電池使うの忘れてた。もうここはどうにもならんでしょう。あ、どうにかなった体力回復したから。スタミナに1人、変化球に2人、合わせたいね。これはちょっと、まあ、瑞希ちゃんは止めておくとして、最後にちょっと変化球を合わせに行こう。カチューンとかどうでもいいわ。せめて神楽坂くん、神楽坂くんお願いします。神楽坂くん、なぜそんな変化球を嫌がる。君の本家でしょう。守備守備守備。これはいいよ。頼む神楽坂、あと2個、あと1個きたよしよしよし、稼ごう。で、敏捷ポイントも稼ぐと。ここはもうどうする。次回復するって言ってもさ、前回まで多分回復しないからね。でどうする、この変化球量。意気揚々はもう取っちゃうか。寝よう今日は。よし、ここからだ。あとは神楽坂くんが来てくれれば見守って。精神ポイントはね結構あるからね、大丈夫なはず。てかさ、このスタミナ量でさ復活ついたら、これはもう変化球だな。とにかく変化球が足りない。さあ試合だ。スタミナだけは任せておけ。ここはどうしよう、まあ、しっかりとピンチャンでいこう。で、あと取れるのか。神楽坂くん終わってなくね、今思ったら前入れだな。やっぱり前入れが結構圧迫されてんだな。ブレインマッスルの前入れは厳しいね。技術が足りないんだよね。技術全然足りてなくね筋力と精神ばっかりあるし、コントロール未だにいいだからな。いや難しいよ、ブレインマッスルのね投手は本当に。いきなり来てるし、しかし俺はタイピン持ちだ。どんどんストライク狙ってくる。くれ、オッケー。
だこいつミート S じゃん。なんでそんな強いやつがいるんだよ。こいつもアベレージヒッター持ってるしさ。よーし、一条。いや一条はいいね本当に。おお回ってくる津田、パワーがある。どうだ、おおいいね、パワーマンだこいつも。ミート C あるんだ、意外にみんなミートでかいよな。てかさ、普通の高校生ってさどれくらいの能力なんだ。ミート S、 こいつか、キャッチャーのくせに。あ、そうか、普通の高校生を見ようとすると栄冠ナインの能力とかになるのか。確かに栄冠ナインとかね、すっげえしょぼい能力やつらばっかだからな。それでも強豪校になるとかなり強い人たち入ってくるから。うおーマジか今の。あれ意気揚々ってなんか発動してるけど、三振を取るとどうのこうのってなったっけ。次の回は全部効果あんのかな。大見くんパワーが少ないけど君にもホームランという夢を与えてあげよう。ノーアウトさ、一三塁とかほんとやめてほしいんだけど。取れなかったか、一条もっと走れ。うおーマジかよ。ピッチャーとかねもうほんとやだ、この投げてる時のねストレスの溜まり具合。まだ一三塁だし、しかもね俺の中でやっぱね時間をかけたくないっていうのがあるんで、わりかしねストライクを取りに行っちゃうんですよね。まず初球はね本当にストライクを絶対取りに行くからね。おーいいね、また回ってきた、ノーアウト。あ、そっかそっか、ピンチャンだからか、毎回言ってんなこれ。くらえ、スタミナもあり余ってんね。まあ完投してくれるのはね全然いいんで。でもこいつ何にさ球速149あるんだ、コントロールにしとけばよかったかな。アピール、球速アピールにしたんですよね。コントロールキャラ2人いるから。まあ、ただ今回ねスタミナにめっちゃ来たからね、それで筋力ポイントと精神ポイントがめっちゃ余ってる。かといってスタミナに振るポイントもないんで、ここまで来れば。水木ちゃん来ない、スタミナまたスタミナかよみたいな。これスタミナ100になった、スタミナが4上がった。スタミナの値、スタミナ100。コツがあるけどメンタルではないんで、ここは寝るしかない。マジで完走できねえわ、ブレインマッスルの前イベマジで完走できない。もうチャンスでいこう。え、だってみずきちゃんが 1,2,3,4,5 でしょ、神楽坂くんが、まあ、ちょっと金徳2回だと考えると 1,2,3,4 でしょ、カオルちゃんも1,2,3,4 でしょ。いや重くはないんで、重くはないんだけどね。1球目ファウルから投げました、打ちました、堀口交代ヒット、いいね補填ヒット、大皿ヒットを放ちました。さあ俺の出番だ、チャンスが続きます。投げた、打
これもいいね。なんとかして1条につなぎたい。大量に点を取る。そしてやべえ、でも好調だからいけんな。いけんな、いけねえしゲッツーだ。また俺かよ。下位打線が意外にね頑張るからね。やべ、お前の力を見せろ。よし、2点取られてるし、一条ダメ押し、ダメ押し、どっちかは完走してよ。せめて7月の4週前イベ、どっちか来い。クレッセントムーン成功してくれ。どうよ、これは。よし、きたー。ギャーってなるとね失敗なんだよね。体力か、ここで削られるけどしょうがない。40ネオ、でクレッセントムーンをそもそも上げられるの。132か、キレも取んないといけないからね。キレは取っちゃおう。もうで犬木くんか、変化球欲しいんだけどな。スタミナをやる意味はもうあんまないからね。ただコントロールの技術がもらえるからもらっておきましょう。ブレインマッスルはね、本当にどこの練習にタックが揃うかっていうのがめっちゃ重要なんで。片桐くん、強い。ノーアウトランナー、一塁二塁。いいね、結構強いね、ブレインマッスル。うお、終わった。そのまんま終わったわ。しょうがない、これが運命だ。何位に入る、3位とか入れれば上々だけどね。3位だ、よし。先発しかないでしょもうこいつこんだけスタミナあるんだから。でエピローグは何をもらえるんだ。捨てられるの俺とか。筋力技術、筋力やばくねえか。超余りそう。ただ技術も手に入れたから球速を爆上げしていくか。まあ5700ってこれはしょうがないよね。これはしょうがない。球速をまず爆上げしていこう。一気に技術がなくなったな。だってスタミナも上げられないでしょ、何もできねえよこれ。とりあえず投手を取るということしかできない。いやめちゃ余ったね、めちゃ余ったわ。パワーとかも上げてもしょうがないしな。いやすげえ余ったわ。ということでね、まあ、ちょっとスタミナにね練習が来すぎて筋力と精神が余りすぎましたけれども、あとやっぱりね前イベがね完走できないっていうところがちょっとブレインマッスルは起きますね。ちょっと前イベ数には気をつけて編成を組まないと、まあ、完走ができないっていうことがあるので、まあ、そこはちょっと気をつけてもらって、あとアスレチャちょっと難しいね扱いが。俺にはちょっと扱えない女の子だなという感じが、します。というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。
それではまた次の動画でお会いいたしましょう。